疲れ様です。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は朝日新聞社の斉藤記者にお願いしております。よろしくお願いいたします。朝日新聞の斉藤です。おはようございまおはようす。ございます。本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意はありませんので、各社から質問あればお願いいたします。産経新聞の寿司豊です。今朝の三笠宮がご逝去されました。このことについてお言葉いただきたいと思います。三笠宮殿下におかれては、岩手県に戦後6回おいでいただいていまして、岩手県としてもまた県民としても、今日のご逝去、大変悲しいことで、つらい思いがしております。謹んで、ご冥福をお祈りしたいと思います。知事は三笠宮様に直接お会いになったことはあるんでしょうか？直接お会いしたことは、ありません。テレビ等で、となると、テレビ等で伺うということだったかもしれませんが、三笠宮の生前のお人柄とかについてはどのように思われていたでしょうか？まず、ご皇族の皆さんには、ご長寿でいらしていただくことが大変大事でありますので、100歳を超えるご長寿でいらしたということ、大変素晴らしいことだったと思いますし、三笠の宮様のお子様方、仁親王家、高松宮家、高円宮家、そのお孫さんにあたられる、女王様方の代まで、この多くの皇族の方々、活躍されている、その家のこのおじい様としてですね、皆様方のこのリーダー的な存在であったこと、これも大変素晴らしいことだと思います。そして、ご皇族の方々、天皇皇后両陛下を含めた中でのこの最長老ということで、日本の皇室のこの心の拠り所になっていらしたんではないかなと思います。ありがとうございます。河北新報山形です。おはようございはい、まおす。はよようろごしざいくおま願いす。します。衆議院の小選挙区の区割りの見直しの関係でお伺いしたいんですが、昨日、国勢調査の人口確定値が発表になりまして、それに伴って、小選挙区の定数の削減の対象県も発表になり、岩手が従来予想通り速報値の段階で、そのまま今回も定数1減になるということがほぼ、決まったということで、まずその受け止めにそのことについての受け止めをお願いしたいのと、あと今、区割りの審議会の方から対象になるであろう自治体に意見照会が来ていると思うんですけれども、それにどのように対応されていくお考えであるお伺いしたいと思います。はい、
地方創生人口減少対策、東京一極集中の是正ということに取り組む中ですね、人口の減少によって、国会議員の定数も少なくなるというような流れが起きてくることは、とても残念であります。一方で法律やルールに沿って粛々と進めていかなければならないということもあり、大和町が2区から3区に移ったときと同じような形で県の選挙管理委員会の事務局が事務局となって、関係者の意見を聞きながら、それを踏まえて、岩手県知事の意見というのをまとめていきたいと思います。まだまとまってないというまださまざま意見聴取の段取りをしているところで、もうちょい時間はかかります。関係者の意見も含めてということですが、そのどういう点を重視してもらいたいというのはそれかあると思うんですが、今の段階でお話しできるか範囲で結構なんですが、いかがでしょうか。やはり今の選挙区のこの4小選挙区の形があまり大きく変化しないような形が望ましいんだと思います。分かりました、ありがとうございます。あともう一点ですね、台風の関連でお伺いしたいんですが、まもなく2ヶ月ということで、この間今日県議会も始まりますが、県の方での補正予算の対応もあり、国の方でもさまざま支援策がありました、発表になってますけれども、これまでのその2ヶ月に及ぶその国の対応についてお伺いしたいんですが、先日も同じようなことを伺ったかもしれないですが、震災の時並みの対応を求めたいということでこれまでずっとおっしゃってこられていて、まずこの2ヶ月間の国の支援策の発表もろもろ、あと財政支援などこれまでの支援策についての評価、どのように評価されているのかというのを伺いたいのと、はい、あと、今後も、さらに復旧のステージが変わるにつれて問題も変わっていて課題も変わっていくと思うんですけれども、それについて、さらなる財政支援がやはり必要だという段階にもなるかも可能性もあって、その際にそのさらに国へ そのプレゼンス、県としての考え方を伝えるという意味では、その知事ご自身その状況してお伝えになるとか、あるいはその関係自治体の方と一緒に行かれるとか、そういう考え今のところあるかというのをお伺いしたいです。はい、その前にちょっとさっき小選挙区区割り変更の件で今の4小選挙区を大きく変更しないようにみたいな形式面だけ喋っちゃったんですけど、その形式の背景にもあることなんですけれども、この県民生活とか政治経済活動のこの実態に沿ったような変更が望ましく、そのためにはあまり大きな変更がない方がいいんじゃないかということであります。さて台風10号災害への対応についてですけれども、まずいち早く政府の防災関係者のこの省庁横断的なチームが派遣されて、実態を被害の状況を見ていただき、また残る人は残ってて、県や市町村、この地元側との調整にですね、発災直後から当たってもらえたことがまず良かったと思います。で、かつてないような台風によるかつてないような被害が生じているわけでありまして、この
地元側、市町村と県もこうかつてないような支援策をですね、住まいの問題から産業関係、農林水産や商工観光、それぞれ思い切った手を打っていかなきゃならないってことで、それぞれこう準備をしているんですけれども、まあ、こう既存の制度の中でこう対応できるようなものについて、例えば岩泉乳業の工場の復旧について、この農業のですね、こう既存の制度も活用して支援するっていうような、そういうこう対応ができていることは大変ありがたいところでありますけれども、住宅関係でこの既存の生活再建支援法のこの制度を上回るような、さらに踏み込んだ支援といったところについて、ちょっとこう消極的なところがですね、もう一歩前へというふうにこうお願いしたいところです。まあ、これはそもそも東日本大震災津波からの復旧復興についても、この既存の制度の活用については迅速だったんですが、新しい立法をこうしてですね、既存の制度をこう上回るような思い切った策というところについては、こう消極的だったなとこう思うんですけれども、まあ、そういう傾向が今回の台風15災害にもこうあるかなと思ってまして、東日本大震災からの復旧復興についてもこうまだまだ間に合いますし、そこに重ねて被害を受けた、台風15災害についても、もうこう既存の制度をこう上回るような、もう新しい立法をするか、もうそれに準ずるようなこう思い切った手をこう打っていただきたいというふうに思います。だから、まあ、そういうもう一歩前にというところで、さらに踏み込んだ対応というところで、要望などはい、される。そうだそうだ、そうですね。いかがでしょう。国体大会もあってですね、なかなか状況の機会がこうなかったんですけれども、やりくりしながら直接関係省庁政府にお願いできる機会作ることができればお願いしたいと思ってはいますが、ただこの今日から議会が始まるということがあり、また関係の大臣やまた国会の委員会、衆議院の災害対策特別委員会も来てくださいました。また近々こう政党のリーダーの方もこう岩手入りする予定もあるみたいなことも聞いてますんでですね、まあ、そういう、こう岩手にいらしていただいた機会を捉えるっていうことも含めて、どんどん要望していきたいと思っています。またその東日本大震災からの復旧復興っていう流れには、国土強靭化っていうですね、インフラ整備についても新しい思い切った手をこう日本全体としても打っていこう、ソフト面の新しいこう防災の体制作りと並んで、やはりハードの面もこの新しい時代にふさわしいこう防災にしていこうっていう流れがあるはずなんですけれども、やはりこのインフラ整備に予算を、国の予算を出すことにこうまだこう消極的なところがあって、それがこ う, うまくいってないと思いますし、地方創生ということも本当はもっと地方でこうお金をどんどんこう使っていく公的な投資もですね、地方で さらにこう行っていくということをすれば、東京一極集中を是正し、地方への人口の流れにこう逆転させていくことにもつながるんですが、これもこう今一つ、踏み込めていないと。でまた観光立国ということで、この観光特に東北が
インバウンド典型的ですけど、東北観光に手こ入れしなきゃならないということもあり、そういう意味では台風10号で観光関係の施設や地域が大きく被害を受けているので、そういう観点からもこう思い切ったことが必要なんですが、まあ、それぞれこう今一つこう踏み込みが足りないのかなと思っていますし、現地にいればそういったこう3つの流れをこう全部合わせれば、これはもう当然もっと思い切ったことをやってとこういうふうに見えてくるんですけれども、東京の方だとそれぞれがこう縦割りで分かれているがゆえに、またこう大きな流れにならないのかなというふうにも感じていまして、特にこう現場の方からはそういう複数のこう流れをこう合わせるような視点もこうアピールしながらですね、思い切った踏み込んだ策をこう国に求めていきたいと思います。森岡タイムズ大崎です、はい、よろしくお願いします。ですね、南スーダンの PKO に関してですね、派遣の延長が来年3月までの、決まる予定となったようです。で、合わせてですね、現在岩手山演習場で、部隊派遣予定の部隊が訓練をしておりまして、そして今新たな安保法の施行によって、新しい任務として付与されるかどうかが今後判断される駆けつけ警護と宿営地の、共同防護という訓練もありまして、マスコミに公開されました。で、改めて知事としてこの安保法に関わる新たな任務の付与についてどのようなご見解を持たれているか教えてください。はい、これまあ今内閣において検討されているところではあるんですけれども、まあ、慎重な姿勢を今こう示しているのは、去年のこの安保関連法をめぐるこう国民的議論でですね、反対がかなり多いと、そして、専門の学者さんたちはそういう専門家の観点からこう違憲だという指摘も、これも大多数がそう言っているわけでありまして、やはりこの安保法関連の任務を付与というのはしない方がいいと思っています。本質的にもですね、まあ、駆けつけ警護とかその警察活動をするということで、一見この軍隊と軍隊の戦いよりもその大したことないかのごとい雰囲気もこう醸し出されているかもしれませんけれども、この警察っていうのは基本自治の一環であって、その近所のお兄さんとかお姉さん、おじさんおばさん、頼りになる近所のそういう人たちが、まあ、普段から地域の安全治安というものを住民と一緒になって守っていて、でいざとなったら、まあ、こう棒を振るったりとか、まあ、銃を撃ったりするかもしれないっていうのがこう警察の本質でありまして、だから日本国内でもこの自衛隊の治安出動ですね、これは岸首相の時に60年安保で一旦岸総理がこうやると決めたらしいんですけど、周りの閣僚たちがやめようやめようと止めて、実際には使われなかった。やっぱりその軍隊がそういう警察活動でその軍隊以外の一般人に銃を向けるかもっていうのは、実は軍隊同士の戦い以上によほど慎重にやらないと、よほどこうそうやってもうまくいくような環境づくりみたいな中でじゃないとうまくいかないことでありますので、まして外国に行ってそういうことをこうやるっていうのはですね、そう簡単なことではないので、やめといた方がいいんじゃないかと思っています。ありがとうございます。はい、でそうした中でですね、その派遣予定が、まあ、青森の第9師団がメインということですが、今の訓練に、
岩手駐屯地からも、陸上自衛隊側の発表だと30人ほど参加していると。で、これがイコール派遣とはならないまでも、今そういったおっしゃったような新たな任務が付与されるかどうか、派遣の延長は決まったので、新たな任務が付与されるかどうかわからないものに、岩手駐屯地からもですね、派遣がされるかもしれないという、これに関しては岩手にとってもですね、国民的な議論であると同時に岩手にとってもこう全く関係ないというか、リンクしてくる話だと思うんです。これについてはどのように捉えますか。この法律に基づいてこのやると決まればその法律に従わざるを得ない人たち、ましてそれがこう身近な人たちであればこそ、そういった人たちのこう思いとか行動については、なかなかこう意見を言うのは難しいなとこう思っているんですけれども、まあ、であればこそ、要は内閣の判断でありますから、この内閣の段階でですね、去年の国民的なこの反対の動きをその専門家たちのこの指摘っていうものを踏まえてですね、内閣としてはこう適切でない決定はしないようにと改めて望みたいと思います。分かりました。あともう一点ですね、先日衆院補選が東京10区と福岡の選挙区で行われて、まあ、結果的には与党の、あ、与党じゃないですね、あ、東京はまあ、与党、福岡はまあ後ほど公認になったということなので、まあ、結果的にはまあ与党系の方が当選しましたが、これについてはどのように捉えますか。もともと小池百合子さんが強かった選挙区だったり、鳩山邦夫さんがこう頑張っていた選挙区だったりっていう、そういう中でまあ、そういう結果が出たんでありましょうけれども、ただそういう選挙区事情はあっても、やはり国政選挙それなりにこう国政上の重要なテーマを掲げてですね、それに対するこの判断を求めるというこの戦い方、選挙戦のこの戦い方というのはいろいろあるわけでありますので、もっとそういうのがこう盛り上がるような選挙戦になればよかったんじゃないかなと思います。そういう意味では、まあ、与党系の勝利でしたが、まあ、野党もこう参院選からの共闘から見るとちょっとこう民進党の動きとかを見てるといやいや後退したような印象も受けたんですが、知事はどうご覧になりましたか。この安全保障関連法の問題もまさにこう今でもホットなイシューとしてあるわけですし、 TPP もまさにそうでありますし、やはりそういったことでですね、賛同できる人たち、これはもう政党だけではなく市民団体とか、あるいはもうそういう政治的な組織団体に属さないような人たちまでこう賛成の輪がこう広がるようなものをこう作って戦っていかなきゃ日本のためにもならないと思うんで、そういうふうにしてほしいなと思います。ありがとうございます。あと先ほどもちょっと触れられてた小池知事なんですが、この間ですね、就任以降、まあ、豊洲の新市長の話であったり五輪の競技場のことであったり様々活動されてますが、まあ、同じ知事としてですね、今の小池知事あるいは小池都政についてはどのような評価というか認識をされてますでしょうか。この都民ファーストっていうスローガンはその通りであるべきだと思いますし、
そのためにさまざま、すでに決まったことでも見直していくっていう姿勢はいいんじゃないかなと思います。そういう都民ファーストのこの姿勢っていうのが、それに賛同する人たちのこの輪も広がって、どんどん実を結んでいけばいいんじゃないかなと思います。はい、都政、その東京一極集中とかをその地方創生とかっていう中で、その知事の取り組みがそういった一極集中の解消とかですね、地方へのいい意味での波及するような動きに今つながりつつあるという認識でしょうか。どうですか。この予算の無駄遣いをしないっていうことがオリンピック会場、そして豊洲市場問題、共通のテーマなんだと思うんですけれども、やはり無駄なお金が東京都内で使われるっていうのは、無駄に東京の景気が良くなって、無駄に東京に人が集中するっていうことにつながるわけなので、それを改革していこうっていうことは、適切に地方に人が残ることができる、あるいは地方に行くことができる、そして地方で必要な活動をするお金がそこで地方で使うことができるということにつながっていくからいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。毎日新聞佐藤と申します。よろしくお願いします。自民党の総裁任期が3期9年に延長されましたが、その受け止めをお伺いしたいのと、総裁任期とともに首長の多選制限についてもたびたび議論になりますが、改めてご所見をお伺いしたいと思います。なぜ今までこの2期、昔は4年、今は6年というふうにしていたのか、でなぜそれを変えなきゃならなかったのかっていう説明があんまりないのかなと。ただただ安倍晋三という政治家のこの任期にあやかってっていうことであれば、それはあまりに安易かつ民主主義のあり方として良くないんじゃないかなと思います。それから首長の多選の問題との関係について言えば、地方自治体の首長はその住民に直接選ばれてるってところが総理大臣と違うところなんでありまして、そういう意味でもこの総理大臣の選び方っていうのは、ちゃんとそれが民意にかなうものなのかっていうところで、より慎重になっていかなきゃならないんじゃないかなと思います。岩手日報熊谷です。県政の話にはちょっと話題を戻しまして、大きくは2つ伺いますけど、まず1点目は岩手国体に続いて障害者スポーツ大会が、終了しました。はい、開催までの経緯を振り返りますと、まず大震災があって開催するかどうかっていうのを悩んだ時期っていうのもあったと思います。で、開催すると決断してからは、県民総参加とか各庁国体とか、要するに競技だけにとどまらない形の、広い効果を、掲げて臨んだところです。その岩手国体小スポの、その成果や手応えを終わってみてどう感じているかということと、やはりその全てが 100% 理想的に通りに進んだというところではないと思いますが、反省点なども含めてどのように総括されるかお聞かせください。はい、今思うことはもう上出来だったなということであります。東日本大震災津波からの復旧復興と並行して準備を進めて、それでまずイベントとして成功させることできたと思いますし、やる以上この
予算をこうかけすぎないとか、あと人手もかけすぎないっていう、そういう被災地ならではの、復興途中ならではのこう国体大会っていうことはこう念頭に置いたんですけれども、ただしこの手は抜かないということをですね、やるべきことはきちっとやり、さらにこの新基軸を付け加えたりとか、広げたりとかいうようなこともやり、また特に競技についてもこれもこう予算面についてはこの復興やさまざま県全体としてのこの財政のバランスの中で、予算について強化、選手強化や競技力強化の予算はこう決めていくんですけれども、それでも手は抜かないというですねことは気をつけてやってきましたので、まずイベントとしての成功良かったと思いますし、競技力についてもこのまあスポーツの面でもこう東京一極集中的になってきている中で、その東京以外の全ての道府県を上回る成績を収めることができた天皇杯、皇后杯、また全国障害者スポーツ大会の方でもそのような成績を収めることができたというのは成功したなというふうに思います。ただそのいろいろ競技ごとのこの弱点とかですね、あるいは今後さらにこうした方がいいところっていうのもこう当然見えてきていますので、でそれはやっぱりやって全力を尽くしたがゆえに見えてきた今後の改善点っていうのはそれを生かしていけば、レガシーとなっていくでしょうから、そういうところはありますけど、それは良かったと思います。はい、ありがとうございます。で、まあ、これまでは岩手国体障害者スポーツ大会というのは、まあ、目標、一つの大きな目標だったと。ただ終わってしまえば通過点になってしまうというところがあると思いますけれども、岩手国体の次に、じゃあ具体的に、まあ、次の目標をどのように掲げて、それに対してどう取り組んでいくかというのはこれからまた大事なのかなというふうに思いますが、そのあたりどう考えていますか。こう理念的なところで言えばですね、東日本大震災からの復興と並行して準備をし、また直前には台風10号災害もある中で、イベントとして成功させ、競技としても好成績を収めることができたということで、まあ、岩手全体としてこの希望を持つことができたんじゃないかと思っております。希望郷岩手の実現ということをこうスローガンにしてきたわけですけれども、こう県民誰もが希望を持てるようになるということについては達成できたというふうに考えていいんじゃないかなと思っておりまして、希望郷岩手はそれはこう実現を目指すものというよりは、今ここはもう希望郷岩手ですっていうような形で言っていいのかなと。でそういう中で、その希望を、まあ、失わないようにするとか、一つは希望に沿って県民一人一人がそれぞれの希望に沿って自己実現していくことができる、また、そうですね、この経済社会的にいろんなこう、まあ、災害もそうですけど、いろんな不幸の要素がこの個人を襲うわけですけれども、それでも幸福を追求することができる、希望は失わない、まあ、会社が危うくなったりとかですね、いろいろ景気が悪くなったり、経済、災害、経済、また社会的いろんな困難があっても希望を失わないでいられる岩手にしていくというようなことがこう理念的なテーマになっていくんじゃないのかなと。でその中でこの幸福ということについてこう行政の中にきちっとこう取り込んでいくための研究や、またそういう新しい計画、総合計画作りっていうのはこう大事になってくると思います。あと個別にはさっきこうもう国体の競技ごとにその課題を解決していくことがレガシーになると言いましたけれども、いろんな分野で国体大会のレガシーというのが
こう見えてきてると思います、こう残していくべきものってことですよね、で超人スポーツのような新機軸もこう今後さらに展開を図っていくとかですね、あとボランティアの活躍も大変大きかったと思います。でこれは一巡目国体のこうボランティアとはまた違った意味でこの阪神淡路大震災とか東日本大震災とかを経験した日本におけるこう新しいボランティア、九州福岡からですね、福岡の岩手のアンテナショップで国体ボランティアの案内を見て、それで福岡から来てくれたボランティアがいたりしますし、あと沿岸被災地の大船渡市からこう親子でボランティア参加したという人の話も聞きました。そういうこのボランティア文化といいましょうか、これがさらに花開いたっていうのは今後にもそれをこう生かしていくべきレガシーだと思います。それから障害者アートですね、アール・ブリュット、今も県立美術館で展覧会してますけれども、これも今回の国体大会でさらにこう岩手でクローズアップされましたので、これもこうレガシーとしてさらに展開していくべきものだと思います。そういう、こうレガシーとしてさらなる展開を図るべき要素がこういっぱいあると思ってまして、それはまあ今朝の町議でもですね、県の幹部たちにそれぞれの担当の中でそういうのをちゃんとこう確認し、レガシーとして生かしていけるように工夫していこうということを言っています。ありがとうございます。話は変えて、もう一つ県政の話なんですけども、教育問題なんですけども、教員の不祥事あるいは不適切事案が非常に多いなという最近印象を受けているんですけども、わいせつ事案、薬物事案など、挙げればキリがないというところなんですけども、このような事案が続いているということについてどのように受け止めていますか。児童生徒たちに信頼され、勉強の面だけじゃなく、この生活とか生き方についてもこの頼りにされるべき、教員、教職員が、そういう不祥事を起こすということは非常に残念でありまして、あってはならないことだと思っています。まずは教職員の皆さんの自覚ということが大事だと思いますけれども、また組織としてもですね、学校においてまた教育委員会としてこう道を踏み外さないようにしていく、一人一人が道を踏み外さないようにしていくためのこの組織としての工夫もやはり、さらにしていかなければならないと思います。ありがとうございます。で人材育成については知事も非常に力を入れてきたところだと思いますけれども、まさにその知事おっしゃる通り、やっぱり人材育成 その最前線の教員の不祥事というのは非常に憂慮すべき事態であろうと思います。で新教育調整となって、教育行政の知事の権限も強化されたということで、ここは知事のリーダーシップが一つ、とは試されるところなのかなと思いますけれども、それぞれ、問題の背景は違うというところで、個人的なところ、または組織ので防げるところ、だけど防げなかったと、いろいろあるかと思いますけれども、再発防止についてこれから、どのように取り組まなければいけないというような課題意識を持っていますか。それぞれ学校現場、また教育委員会として検討してもらっているところですので、まずはそれをこう尊重したいと思っていますけれども、私からこういろいろ意見を言ったりした方がいいところはしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。テレビ岩手藤原です。おはようございます。はい、花巻市内の、県立高校で、いじめと疑われる動画が、インターネット上に流出して、今問題になっているということがございますけれども、この問題に関する知事の、見解、所感など伺えればと思います。はい、
当該学校と教育委員会が今対応しているところですので、その調査や対応のこの報告を待ちたいと思います。まあ、その当該動画を、まあ、知事が直接ご覧になったかどうかはちょっと分かりませんけれども、私、動画を見た限りでは相当、切迫したような印象も受けましたけれども、仮にこれが、いじめであるとすれば、県内でその、矢巾町の中学校であったようなこともありますので、その辺も踏まえてですね、ちょっとどういうふうにこうもあの問題として捉えていらっしゃるかというところが伺えればと思います。はい、まず暴力はいけないことですし、また学校において危険な行為もいけないことであります。そういうことだったのかどうかということを明らかにしていかなきゃならないと思いますし、またいじめもこれはなくしていかなければならないことですので、今学校も教育委員会もそのいじめの可能性を否定せずに調査や対応しているということですので、まずその結果を待ちたいと思います。タイムス大崎です。すみません、はい、1点だけ短、はい、手短に政務秘書の人選の方はいかがでしょうか、進んでますでしょうか。まだこう発表できる段階にありません。わかりました、ありがとうございます。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。